第4はドワーフの王国にてに関する反応集。ランガは本当にイワンちゃんになったよ。父親の仇より自分たちの恩義を優先できるなんて、なかなかできるもんじゃない。ランガがほんと中堅かわいいな。初期キャラっぽいから今後出なくなっちゃうの？それはとても寂しい。もっと活躍するワンちゃんでいてほしいな。ゴブリンの足で2ヶ月、それを3日で走るって馬以上に速かったんだな。攻撃してたみたいだが、あの弱小ゴブリン村でよく維持していたよな。ほんと、よく教育されてるわこのスライム。エルフ像が90年代風で笑ったロル。彼の本体がサラリーマンってことを考えると、90代前半のエルフを想像するのは理解できる。人間の頃は30代あったからね。おそらく90年代のアニメがドンピシャなんだろう。もしかして主人公はロードストーン前期世代なのかな。俺のエルフ像、主人公と同じだわ。この画像は、おそらく1話のパソコンの中に入ってたものだろうな。パソコンと一緒に死んだけど。ブロンドの子完全にロードストーン前期のディードリットだね。ダークエルフの方は多分ピロテース右はわからないな。ディードリットにピロテースは、今見ても一流のエルフ。よく訓練されたスライムだ。絵に描いたような小物が出てきて笑ってしまった。ナイフ持ってるハゲは頭えぐられすぎだな。よく生き残っていた。魔術師やナイトも連れてたけど、あれは冒険者だったのかわら。あの二人だけ、世紀末っぽいわらわらわら。数秒後に飛行疲れるタイプだね、わら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 。エルフのシーンを語る人が多いだろう。俺はここが気に入った。このアニメーションもすごいぞ。相変わらず作画の質が高くて素晴らしい。コメディは素晴らしい声優によって強化されてる。ブルーレイディスクが売れて、2期、3期と続いてくれることを願っている。原作も漫画も人気があって売れてるし、この調子ならブルーレイディスクの売り上げも問題なさそう。2期は期待できるよ。ゴブタ君は2ヶ月もかけてここに来てボコられて帰ったのか。リムル優しいよな。追い返すだけで許しちゃうなんて。ナザリックの面々なら殺してた。ほんとひどいモンスター。このスライム、絶対ナーフした方がいい。丁寧な適応。作画の質も高い状態を維持してる。今までのラノベアニメって、宣伝のためかカットが多くて内容が理解できなかったのが多いからな。8ビットの過去作を知ってるからちょっと心配してたんだけど、今のところ素晴らしい仕事をしてくれてる。ペースは良好で、アニメーションは流動的で表現力がある。ゴブタ君、牢獄で爆睡とか昇進者なのか大物なのかわからんなわら。いつまで経っても起きないから。ロングソードは本来馬上から突くことに主眼を置かれた武器なんだ。片手剣より軽いロングソードもある。でもこんな長い両刃の剣を振り回すとか怖いね。怪人さんのロングソードかっこいいな。光を放つってもうビームサーベルじゃん。ドワーフの技術力高すぎだわ。光るロングソードは、夜は敵のいい的にならないかと心配してしまう。魔鉱石って鉄鉱石より優秀なソードの材料なんだな。コピー能力。完全コピー能力強すぎない？リムルが本気出したらこの世界の経済が破綻しそう。母作られたものを完全にコピーするのか、偽札とか作れるなら経済を破壊させる存在になるぞ。怪人さん、鍛冶屋としてこんなことでいいのか。刀鍛冶にとって剣は子供みたいなものだろう。作成した剣外とも簡単に大量生産されたけど、ドワーフ職人のプライド大丈夫かな。多分複製された剣は多少劣化してるんじゃないの。リムルは職人の魂までコピーしたというのか。でもコピーするには素材が必要なんじゃね。何でもかんでも大量生産はできないと思う。素材が手元にないと無理だね。でも素材さえあれば何でも大量生産が可能ロル。リムルの声優いいな。このエピソードで彼女の実力を示してる。二人の暴漢を脅すために変身し、トーンが下がったところ。怪人との交渉シーン完璧わら。岡崎美穂さんは、まだまだ新人だけど素晴らしいね。美穂さんの声を想像しながら原作を読むと楽しい。原作の売り上げは好調だし、この調子なら第2期をやる可能性が高そうだね。母リムルの想像するエルフがディードリット風って、やっぱり学生時代にロードス読んでたんだなわら。ゴブタどこ行った。リムル、ゴブタのこと忘れてない。ロル、まだ牢屋で寝てるんじゃね。かわいそうに、この楽しい瞬間を味わえないなんて。想像が現実になった瞬間、エルフと言われて想像するのがディードリットか。このスライム、わかってるな。シンプルなアニメだけど、何も考えずに楽しめるアニメはいいね。入店してから、異世界クラスのハーレム主人公になったところがいい。他のデレデレエルフに奪われる。リムルは男にも女にもモテモテだな。後輩君に自慢できないのがかわいそう。最終的にわかってるかな。お金を見せびらかしてないのに、あんなにエルフにモテモテだと。声が可愛いから仕方ない。リムル、ジェリーボーイだったのか。よかったな。オマルパイを楽しめて。このスライム、ね、性欲は失ったんじゃないのか。
ペース良し、アニメーションは非常に滑らかで色鮮やか、素晴らしい声優陣のおかげでコメディが増大。始まる前は制作会社が8ビットで心配だったけど、今のところ素晴らしい仕事をしてくれてる。来週はあれ模様の展開だな。英雄王が登場か。俺の知ってる英雄王は慢心するからなわら。そうでない英雄王を期待してる。